お茶の水空シティは東京都千代田区神田駿河台4丁目にある複合施設である2013年4月12日に開業したお茶の水セントラルビル跡地の再開発に際して周辺地区や地域文化の交流拠点を合わせて整備することで都が民間都市再生事業計画に認定し容積率が通常認められていた基準の 1> 約1.8倍の970%まで拡大されて整備された複合施設である。お茶の水駅前に求められていた地域に開かれた広場空間を確保できるような建物配置計画とし、緑豊かな約3000平方メートルのパブリック空間を建物の前に整備し、さらに地下鉄改札口に接続する約1400平方メートルの地下広場を設け、 地上地下一帯となった大規模な立体都市広場、ソラシティプラザを実現した。また隣に立つ大型複合施設、ワテラストは地上3階とソラシティの地下1階でつながっている。開発前に敷地内にあったあった樹木を保存し、軍艦山、淡路坂などの石垣、レンガ洋壁の保存、再生、蔵の復元など歴史的資源の継承に配慮し、 地域に親しまれてきた景観を保存している。建物は地上23階、地下2階、オフィスを中心とした教育関連施設、カンファレンスセンター、店舗、展示施設からなる。オフィスはワンフロアあたり907坪のメガフロアで入居者に合わせ様々なニーズに対応が可能である。ABCDEFGHIJKLM 近代建築 P70 お茶の水のビルソラシティに大成など名称決定日経産業新聞2011年9月6日 ABC お茶の水ソラシティ地域のために広場を整備空間神経、日経産業新聞2013年6月26日 ABC 近代建築 2013P65 お茶の水大改造日立本社土地にソラシティオープンワテラスは 下町活性化の起爆剤目指す。日経スタイル。https コロンスラッシュスラッシュスタイル日経 .com スラッシュアーティクルスラッシュ tgxnasfk1701sx10c13a400 万。チャンネルイコール df1301 億2016万 6138&。スタイルイコール12020年6月20日閲覧。体制建設プレスリリース。 ありがとうございます。